What's up guys? ケントです。タプトです。ということでね、はい、今回はですね、夏におすすめのアロハシャツ紹介したいと思います。このこだわりがすごい詰まってるんで、うん、そう。はい、ということで、うん、今回ですね、このアロハシャツ紹介していくんですけど、はい、まあ暑いからね、うん、やっぱこういうちょっとレイヨンの、うん、ちょっとシャツ欲しいなということで、そうね、今回こちら買ったんですけど、うん、そう夏の風物詩ですね。そうですね、うん、でこれがですね、トヨエンタープライズのサンサーフというブランドで、うん、まあこれはまあうちらも結構もう高校生ぐらいから、うん、まあ愛用してるブランドなんですけど、ね、うん、まずですね、まあ、トヨエンタープライズっていうところから話すんですけど、意外とごちゃごちゃして難しいんだよね。そう、うん、トヨエンタープライズっていうのがまず1965年に、うん、まあ、できまして、うん、まあ、そのブランドがブランドをいくつか持ってんだよ、うん、例えばサンサーフはアロハシャツとか、うん、バズリクソンズはミリタリーとか、うん、まあ、ラインによってブランド名が変わっていくのがちょっとややこしいんですけど、うん、で今回はだからサンサーフ、うん、アロハシャツのブランドですね、はい、でこのね東洋が結構ね復刻のものを中心に作ってまして、例えばバズリクソンズだったらフライトジャケットの復刻、うん、昔あったヴィンテージのやつを復刻したり、今回はこのサンサーフを紹介していくんですけど、うん、これもね、ほんとこだわりすごいんですよ。すごいですよ。そう、まあ、多分東洋エンタープライズの製品って全部こだわりがすごいんで、うん、そう、まあ言うこともね、うん、すごいあるんだけど、はい、今回はほんとアロハシャツってさ、シャツじゃん、うんうん、だけどやっぱりこのこだわりがすごい詰まってるんで、うん、そう、そこをね、うん、ちょっといろいろと話しながら説明しようと思うんだけど、で今回はちょっとね、黄色のアロハ持ってないということで、うん、今回ねちょっと購入してみたんですけど、はい、実は今ケント着てるのもサンサーフです。そうね、うんうん、あのやっぱアロハって、うん、あのヴィンテージやつとかってサイズ感がむずい、うん、サイズもむずいし、うん、高いのは相当高いじゃん。そう、うん、柄いいなって思ったらサイズ超でかいとか、 そうね、そんなね、やっぱしかも柄もめっちゃ多いじゃん、うん、だから自分のね欲しいのはなかなか出ないっす。でところでこのサンサーフがやっぱ日本人体型にめちゃめちゃ合うんですよ、うん、これ、うん、本当にそう、うん、だからもう今回これ購入したんですけど、ね、でアロハシャツってさ、うん、本当にヴィンテージめっちゃ高かったりするじゃん、うん、でまあそんなにね、まあ、うちらはそんなになんか詳しくなかったり、うん、結構柄でね選んじゃうことが多いんですけど、今回はこれで1940年代の、うん、後半の、うん、あの復刻の商品になります、はい、でアロハはね、うん、作品名とかもあるらしいね。そう、うん、古いものだとね。そうこれがですねヒストリーオブランズということで、はい、まあこの島々の歴史だね、うんうん、はい、ハワイの島々の歴史を書かれているよっていう意味のタイトルがついてます、うんうん、はい、でやっぱアロハってこう柄にもやっぱ意味がね、うん、結構ついてるから、うん、まあ、そういうところもねこう見てても面白いんだけど、うん、これ今回のねこのアロハがですね、メインモチーフがこちらのアロハタワー、うん、はい、ホノルルにあるのかな、はい、ホノルルにあるタワーに虹がかかったデザインだったりとか、こういうハワイの島々がところどころにあったりするんだけど、うん、もう一個ねここにキングカメハメハ、はい、ね、もちろんハワイといったらこのね、うん、もともと王の島ですからね、うん、王国なんでキングカメハメハだったり、この王国の紋章が、はい、この紋章とかついてたりとか、うん、もう一個ねこの1778年の歴史的なこの絵とか、はい、このキャプテンクックが、ね、うん、ハワイに来た時の絵だったりとか、うん、そういうモチーフがね描かれたそのアロハになります、うん、アロハってこういうの面白いよね、うん、そう面白いんだよ。そう、うん、絵でなんか歴史が分かるっていうか、そうそうそう、ものによってはね、そう、こういう風に歴史が語られてるから、うん、やっぱそういうの面白いね。そう、それでデザインになっちゃうから、うん、絵が、そう、それがやっぱいいっすよね、うん、これもね、だその1940年代後半にこのデザインされて、うん、こういう作品として、うん、まあ、できたものになります、はい、で、絵柄はまあこんな感じなんですけど、うん、まあ、ディテールがやっぱすげえこだわりあって、はい、まあ、アロハって言ったらもちろん生地がレーヨンですよね、はい、でレーヨンもこのフィラメントレーヨンっていうレーヨン生地で、はい、うん、まあ、このどちらかというと光沢感強めで、うん、シャリシャリとしたような、そうだね、シャカシャカとしたようなレーヨン生地です、はい、うん、フィラメントレーヨンっていうのが結構放熱性も高いんで、うん、こう清涼感あってこう夏に着やすいって言われるような感じです。でも若干俺的にはこうなんか肌につくようなね、うん、このシャリ感があるから、うん、汗でかくちょっと肌につきやすいような、うん、その質感だと思う、うんうん、でこのポケットとかもねしっかりと柄合わせされてます、はい、ね、うん、ここもやっぱこだわってるよね、うん、こうちゃんと絵がつながるようにこういう風にポケットも配置してるんで、うん、こういうところもやっぱこだわってそうこう手を抜かずにね、うん、作られてるよね、うん、でそれプラスこのボタンがこのアロハの定番のココナッツボタンですね、はいはい、
ココナッツを削ったおこたになってます。襟もね特徴的で、こう袋襟っていうのかな、はい、でここにステッチが出ないような、うん、こう中でこう縫製してこう作られる襟になってるから、うん、この、まあ、境目はあるけど、この襟のこの元にはステッチが出ないような襟になってます、うん、そう、これもだからヴィンテージの仕様を参考にして作ってる襟ですね、うんうん、はい、で後ろかな、後ろもね結構こうちゃんと動きやすいようにこうプリーツ入ったりとか、うん、まあなってますね、はい、うん、であとさっきのまあ柄の話ちょっと思っちゃうんだけど、うん、この柄もやっぱアロハって、うん、なんだコントラスト強いこの発色がいいじゃん、うん、これもバッセンっていうこの、うん、この生地の色を抜いてそこにこう色をのせてる、うん、黄色にさ普通にこの青をのせてもまあまあ青って綺麗に出ないんだけど、うん、その黄色の生地の底の色を抜いてそこに青をのせてるから、うん、そういうバッセンっていう技術使っててすげえ大変だよね。大変だね、うん、色味もすごいぞこれ、ね、だからこういうところを全部ね、うん、こうコントラスト強く出せるのはそういう技術を使って、うん、まあ、柄を出してるということで、こだわりがすごいね。すごいですね、うん、これ簡単にこのアロハのディテールとか、うん、柄とかちょっと説明してきたんですけど、うん、まあ、もちろんこの着ないとね、うん、こうどんな感じか特にねアロハはね分かんないですよ、うん、ね、着て似合わないことがめっちゃあるからね。ある。でもこれ意外と派手だなと思って、うん、着てみたら似合うこともあるから、特にまあ古着とかでも、うん、まあ、こういう新品のアロハとかでも着ないと分かんない。そうだね、うん、ネットで買うのがむずいんだよね、どちらかというと、うん、だから着て、まあ、買うっていうのが結構おすすめなんで、うん、まあ、どんな感じか今回もね着てみたんで見てみてください。ということで、はい、してきたんですけど、うん、まず俺から行くんですけど、はい、靴がですね、ブランドストーン履いてから、うん、パンツがレッドキャップの PC20 コットンのやつですね、はい、履いてこちらのアロハシャツ着た感じです、うん、まあ普通に定番のワークパンツ履いてから、うん、まあ、やっぱこうアロハ着た感じなんだけど、まあ、アロハがすげえ派手というか、うん、もう1枚でこの柄この色に染まっちゃうんで、うん、まあ下はすげえシンプルに、うん、こう普段着てるようなワークパンツにこう靴もねシンプルめに履いた感じです。で、まあ、夏なんで、うん、まあ、ちょっとメッシュキャップ、うん、トラッカーキャップかぶって、まあ、サングラスでね、うん、夏っぽいような感じで着てみました。これ1枚本当は一気に夏感出るから。そうね、もう夏だよこれで、うんうん、いいですよね。いいよね、うん、で続いて俺なんですけど、俺はちょっとあのショーツ、うん、あの履いたコーデなんですけど、下がレッドイングのポストマン履いて、うん、でソックスラインソックス履いて、でパンツにコーディロイ の, あのジャーナルスタンダードのレリウムのパンツ履いてからこちら着た感じなんですけど、うん、まあ、夏なんで、まあ、ショートパンツ履いて、うん、でもちょっとパンツとこの色はちょっとね明るすぎたんで、うん、ちょっとレッドイングの、まあ、革靴をちょっと履いて、うん、ちょっと締まった感じにした感じです ね、うん、あれでまあもちろんね、うん、そのサンダルでもスニーカーでもいいんだけど、うん、それラフになりすぎちゃうから、うん、あれちょっとタウンユース系の感じでちょっと組んでみました、うん、はい、はい、やっぱアロハね、もう夏といったら、うん、もう夏の風物詩としてもね、はい、すごいね、まあ、着たくなるものだし、うん、まあこういう風になんか歴史とか柄とか調べてみてもまた面白いね、うん、こうアイテムなんで、うん、ぜひぜひね
まあ、チェックしてみてください、はい、気になった方は概要欄にリンク貼っておくのでよかったらチェックしてみてください、はい、でグッドボタンとコメントくださるとこちらモチベーションがあるんで、はい、どしどしコメントとかお願いします。あとですね SNS ですね、あの新しいスレッズ始めまして、はい、うん、そちらもね結構日常的なことをつぶやいたりしてるんで、うん、よかったらあのフォローお願いします。ではですね次の動画でお会いしましょう。バイ。 バイ。